はい、それではですね、こだわりのテキスト道具というところでお伺いしたいと思います、はい、こちらの方にね、今お出しいただいているところなんですけれども、はい、こちらについてちょっとご説明いただけますかね。はい、私は他の国家資格を受けている時から、うん、4色ボールペンを愛用させていただいているんですけども、うんうん、まあ、こういった形で4色がおそらく過不足なくいろんな色の使い分けがちょうどよくできるんじゃないかと思っていて、で、まあ、私が使ってたのはこのフリクションっていうスタイルの、まあ、消せるタイプのボールペンですね。そうですね、はい、これはですね、書き込んでもやばいと思ったら消せるというのが一つ大きくだと、で4色っていう点がどうしていいのかっていうと、あまりたくさんの多色を使いすぎると自分がこの何をもどうしてこれに下線を引いたりとか、このメモをしたのかっていうのをどうしても忘れてしまうと、そんなことよりはまあ知識は整理する方が大事だと思ってたので、まあ4色ですと大事なものは赤とか、自分が忘れてるけどこれは大事だったものは青とか、まあ自分なりのルールで結構なんですけども、ある程度そのルールも簡単にできますし、でそれに合わせてこう色使いを分けていただいて、でまあやっぱり赤い色とかっていうのは読み返した時もどうしても自分の目にこう止まるので、いや本当に大事、客観的に大事だし、これだけはもうこのフレーズだけは忘れてはまずいとかっていうのは赤を使っていただくとか、まあそういった形で現場にこれ持っていってるんですけども、現場だとたくさんその事実をこう色分けして、まあこの事実はこうだという形でマーカーを引かれる方結構いらっしゃると思うんですけども、私もその情報を整理する上では、まあ赤と青と緑さえあれば、まあ十分そのどれがどれでどれがどれでっていう使い分けはできるのかな、はい、で一本で済みますんでね、これ便利ですよね。私も使ってます。はい、はい、そうするとインプットでもアウトプットでもですね、この4色ボールペンを使われてたってことですかね。そうですね、基本的なそのインプットの時も下線を引く時とか、はい、あるいは付箋も私は使ってたんですけども、付箋でどうしてもこの言葉だけは覚えないとまずいっていうものは赤字でそのまま書くっていうスタイルも取ってましたし、であとはまあ試験地に行った時もまあ、事実は緑、公的構成は青、どうしても外してはいけない規範は赤とかっていうようなスタイルをとらせていただいてたかなと、はい、確かにこれは便利な道具ではありますよね。はい、こちらは、はい、ジェットストリーム、私は油性の方がまあ好きだったんですけども、どうしかっていうと結構手に汗を力が入って手汗をかくタイプだったので、水性ペンはにじんじゃうっていう、そうすると、まあ、ジェットストリームは油性で消えにくくて、書き心地が非常に滑らかで速いので、非常に私の手にはまあよく合ってたのかなと。で私は試験地なんかでもその結構力が入っちゃうタイプなので、安いんですね、100円で、はい、で試験地で折ったことがあるんですけど、まあ、複数本持っていくにしてもこれだったら経済的にもいいのかなと、はい、わかりました。この書くものに関しては、ね、かなりこだわりを持った方が、まあ、いいことがありますよね。はい、はい、ありがとうございます。さて、次です。当日ですね、試験当日の心構えということで、はい、これも1回目からね、5回目あると思うんですけれども、はい、そうですね、まあ、当日はどうしても緊張はしますので、もう最初に受けに行った時と、まあ、合格した時でどのぐらい心構えが変わったのかっていうのをお話しできればと思うんですけど、やはり最初は試験そのものに通用するのかどうかもよくわからない状態で、まあ、試験に臨んでましたので、とにかく緊張して、何を書いたかもちょっと よく覚えてないような状態だったんですね。なので、まあ、まず択一だけは通ろうというスタイルで、まあ、手探りでまず行ったっていうのが最初でしたけども、合格した時はもうこれで落ちたらもうよく分かんないと何すればいいんだろう、結局よく分からない、はい、ですけど、まあもう書くことはもうあらかじめほぼ決まっていますし、これで落ちたら向こうが悪いともう完全に重要問題習得講座とか何週もさせていただいたので、はい、これより詳しい人はもうそもそも僕とは頭の出来が違うんだろうというぐらいの気持ちでもうなるようになるとでどうせダメだったらもう片足突っ込んでますから、はいはい、もう両足突っ込むつもりで、じゃあ予備試験で受けてあげろと、もうやることはやったぞと、もう名教室というかもう、ね、もうやるだけだと、はい、もう戦うだけだということですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、まあそれでね、最後の最後合格された時の気持ちということなんですけれども、これどちらで
確認されました、合格発表は。はい、合格発表は、ネットのその掲示板を、うん、まあ、現地に行って直接確認する方いらっしゃるんですけどよくそんな心臓あるなと。まあとりあえずは、うん、こっちで確認して、うんうんうん、で、まあ、時間が取れたら向こうに、うんうん、法務省に行こうと、まあ、それも、ね、はい、よくあるパターンですね、はい、うん、で思ってたので、はい、あとは、まあ、受験した仲間とかもいるかもしれないので、うん、やっぱり真剣に受けてますから、はい、落ちたら受かってる人を素直にその励ましてあげる、うん、まあ、励ましてましたけど今まで受かってた仲間をだけどやっぱり一部自分の心の気持ちに嘘ついて、はい、いや、やっぱり自分が受かりたかったなっていう気持ちが出ますんで、うんうん、はい、だったら受かる落ちるはもう粛々と自分の問題なので、うん、自分が確認するっていうスタイルで最後までやりきりましたね、うん、だから最初から最後まで現地に行ったことはなかったんですけど。あ、そうですね、はい、うん、でその自分の番号があったって瞬間はもう、はい、やいろいろ受かるまでは妄想してたんですけどもやっぱり受かった時っていうのは嬉しいっていうよりもまず驚いたと、自分の番号が、まあ、あったってなった時に、まあ、何度かこう確認を、はい、チラチラまた間違いだったら、うん、もうとっても恥ずかしいことになると思って確認させていただいて、うん、で、あ、間違いないと、うん、あるっていう思った時には絶叫絶叫うわもう隣近所からちょっと苦情が来るぐらい、はい、ただただ声が出るっていう、うん、はい、で、まあ、いろんな方にご連絡させていただいて、うん、まあ、家族なんかも、うん、家族まで絶叫してましたからなんだかよくわからないんですけどす、ね、本当に嬉しい時っていうのは絶叫するんだなと、うん、最後のその5回目っていうのはこう重要問題とかいろんなものをもうやることやったぞっていうことで、はい、その手応えみたいなところっていうのは、はい、やっぱりですね手応えがあってたんですね。でこれは行ったかなっていう感触があって、うんうん、あ、で最初の初日、まあ、広報系と選択科目ですけど、うん、これが終わった段階であれこれなんか今までとちょっと違うぞ違うぞとで、まあ、民事系過ごして、うん、民事系はあんまり得意ではなかったんですけども、うん、まあ、民事系も、うん、なんか上がるルートで教えてもらった言葉をもう淡々と書いて、うん、まあ、もちろん工夫は創意工夫はある程度はするんですけど、うん、はい、まあ、淡々と書いてもう、 もう書くことは書いて早く帰りたいなという、うん、形をとって、うん、で最後刑事系終わった時に、まあ、ちょっとこれはなんかこうよく私の指導してくれた先生なんかもおっしゃってたんですけど、鐘が鳴るよっていうそんなことあんのかなと。僕あんまりそういう体験とかは好きじゃないというか、はい、霊感もない方なのであんまり感じたことないんですけど、うんうんうん、確かにちょっとなんかあれこれはあれ行ったかぞと、なんかちょっとなんかうごめいたぞと、はい、うんうん、それでまあ確認してほっとして、はい、もう後に怒涛のようにうおーっていうのが、まあ、分かりますね、はい、それね、本当にね、後から来るんですよね。そうですね、一瞬ね、はい、はい、リアルなね合格体験ありがとうございますはい、さてそれでは次いきます。ちょっとね哲学的な話かもしれませんけれどもアガルートアカデミーとはというところでね、4回目以降にね、はい、出会ったアガルートアカデミーというところでちょっとねそこをお話ししていただければと思います。いや、アガルートアカデミーさんを受講させていただいて本当に勉強するってどういうことなのかっていうことを、まあ、私も30代ですし社会人もやってましたから、うん、まあ、いろんな情報に触れたことはあるんですけども、うん、勉強するっていうことは何なのかっていうことは目標があって、まあ、受験生の方は皆さん合格まず合格するっていう目的があると思うんですね、はい、その目的に対してどういう努力をするのかっていうことを、まあ、教えてくれたのは、うん、まあ、アガルトアカデミーだったかなと、うんうんうん、もちろんこれは資格試験に限らず、うん、どういう努力が報われる努力なのかと、うん、で皆さん志あると思いますし、うん、その目的最初に目指した動機なんかも立派だと思うんですけども、うん、その立派な志を果たすんだったらどう努力しなきゃいけないのかっていうのを、うん、教えてくれて真剣に自分で向き合った結果ここにたどり着いたっていうことなので、うん、アルトアカデミーはその勉強の本当の意味を教えてくれたかなというふうに私は感じました、うんうんうん、ありがとうございます。本当にそうですよね。もう重要問題とかそういうもの、まあ、素材の内容の、ね、コンテンツもそうですけれどもそれを超えて勉強のやり方とかそういう、まあ、もっともっとハードの部分というか、はい、そういうものですよね。それはまさに、我々が目指している部分ではありますので、まあ、そう言っていただいてですねまた満点のねお答えをいただいて本当にありがたいところなんですけれどもはい、ありがとうございます。
はい、そうしましたら次ですね、石川さんの今後の展望という、これもまた大きなお話なんですけれども、うん、そうですね、はい、私はこの試験をまず目指そうと思った動機が、まあ、はっきりしてましたので、はい、まあ、法律を柱に努力をしていこうとは今後も思ってるんですけども、うん、まあ、この年までやってきていろんな方にお世話になりましたし、まあ、これからは本当に自分の人生は、まあ、人の役に立つための人生、ようやくそういう生き方、まあ、言ってみたい言葉なんですよね、うん、あなたのために頑張りますっていう、うん、はい、その最初に目指した本当に子供っぽい動機は、うん、正義の味方はいるんだぞっていうことを、うん、自分で体現してみたいなと。私自身も紛争を抱えたことありますし、うん、そういった時に弁護士の先生というのは確かにかっこよくて、うん、もう思い悩んで家族がもう疲弊していくのが分かった時も、うん、私の名刺を相手に投げつけてくださいと、うん、言われて、はい、私の名刺を相手に出して何かあったら私のところに連絡するようにと、それであなたは自分だけの努力をすればいいんですって言ってくれた先生がいらっしゃったので、うん、私もああなりたいと、うん、もう同じように悩んでいる方いらっしゃると思うので、私もそういう人間になって誰かを守りたいなっていうふうに思ったので、うん、まあ、今後の展望としては人の役にまず立つと、社会貢献をして、でこの年ですからもういろんなことにチャレンジをして、もう臆さずいろんなことにチャレンジしていきたいなと、はい、はい、ありがとうございます。さて、続いてですね、まあ、最後になるんですけれども、受験生のメッセージということで、また思いの丈を、そうですね、お願いいたします。私も5回目ですから、まあ、苦しんでらっしゃる方の気持ちは本当によく分かります。私自身も試験前はもう毎日のように下痢をして胃薬を飲んで、うん、もう胃が痛くなって食欲がなくなっていくのを家族に心配されながら勉強させてここまで来たんですけれども、ここのアガルトアカデミーさんにお世話になって、こういう努力はちゃんと報われるんだというのを、まあ、確信を持って私も身をもって思い知りましたから、まあ、どうかその努力は無駄にせずに自分の信じた道を諦めずに突き進んでほしい。どうやっても一番夜明け前が苦しいんですよね、うんうん、夜明け前が一番やはり暗いので、うん、苦しいということはあなたは努力してるんだと、うん、その努力は必ず報われるべき努力だから、アガルトさんを選んでるんであればその先生たちと一緒に最後までやりきってほしいなと、うん、それが自分の人生を生きてるってことだと私は思うので、うん、どうか諦めずに立ち向かってほしいと思ってます。はい、ありがとうございます。本当に社会人、ね、経験者かつ合格者ということでかなり、ね、ご苦労された、まあ、体験というのをです、ね、貴重なお話いただけました。これにて、ね、司法試験合格者インタビューの方を終わりにしたいと思います。石川さん、どうもありがとうございました。